は地球から12億光年の彼方で起こった。名もない小さな星の爆発で2つの悪が生まれた。光よりも早く宇宙を飛び、迷うことなく地球へと向かう2つの悪、その名を極悪アニマル非道ホークという。まるでハゲタカが獲物を探すかのように、彼らは主要な都市の上空を巡り、邪悪の匂いをまき散らした。しかしこの時、人間たちは顔をしかめはしたが、それが恐怖の始まりだと気づいた者はいなかった。そして二つの悪がついに地上に姿を現す時が来たのだ。地球人に姿を変えたアニマルとホーク、人間の姿と悪の心の合体である。この二人が地球上でまず最初にしたことは、血に染まった鹿の死体、二人の仕業に違いない。飢えを満たす、それが彼らの人間としての最初の行為だった。満足そうなアニマルとホーク、この先二人の手や口は何度となくこのように血塗られることだろう。さらに次の獲物を求めて二人は歩み出した。豪華なリムジンのドライバーに幸運と不運が同時に襲いかかった。この地球上でアニマルとホークを最初に目撃した幸運と邪悪に見入られた不運である。それにしてもこの二人、なんという怪力の持ち主なのだろうか。車を取られたとはいえ、その生命を奪われなかっただけ、ドライバーは神に感謝すべきだろう。それにしてもアニマルとホークはどこへ行こうというのか。それから数ヶ月後、スラム街の瓦礫の中で凶暴さをむき出しにし、目を血走らせているアニマルとホークの姿があった。彼らは飢えていた。文字通り腹を満たすべき食い物に飢えていたし、また氷の心を満たすべき暴力にも飢えていたのだ。腹に入るものなら手当たり次第に口にした。力を振るうことなら何でもした。この時一人の男が彼らに近づいてきた。地球上でこの二人に近づく者がいようとは。Hey, you guys hungry? 腹が減ってんのか。宇宙の二つの悪と地球の悪との最初の出会いであった。わずか一羽の鶏の生肉で二人の胃袋が満たされるはずはない。だがこの肉を食い尽くせば次の獲物が手に入るに違いないと彼らは直感したのだ。俺についてこい。そうすりゃ食い物も金も望み次第だ。本能の命ずるままにアニマルとホークは地球の悪ポール・エラリングの後に従うのであった。こうして悪のトライアングルががっちりと組まれたのだ。シカゴ市内のとあるアスレチックジム、一見何の変哲もないこのジムに、近頃異様な匂いを伴った熱気が立ち込め始めていた。どうやらその熱気はジムの奥、固く閉ざされた部屋のドアの鍵穴から流れ出しているようだった。いた！アニマルとホーク、それに二人を連れ去ったポール・エラリングだ。ポールは二人を使って世界のプロレス界を制覇すべく秘密のトレーニングを施していたのだ。どのようなトレーニングを積んだのか。今アニマルとホークの恐怖のパワーはさらに数十倍に引き上げられていた。
この驚異のパワーを身につけた2人がザ・ロード・ウォリアーズという名のもとにいよいよリングに上がる日がやってきたのだ。それは1980